こんにちは。気になるニュースを毎日新聞の記者や専門家が深掘りする毎目。今日のテーマは沖縄県民投票とその後です。放送中、皆さんからのコメントや質問を募集しています。毎日新聞公式 Facebook ページに書き込んでいただくか、 Twitter でハッシュタグ毎目をつけてツイートしてください。今週末23日は沖縄の慰霊の日です。住民に多大な犠牲を強いた沖縄戦の組織的な戦闘から74年が過ぎました。今年2月には辺野古の埋め立てを問う県民投票が行われ、反対が投票総数の7割となりましたが、いまだに埋め立ては続いています。私たちはまだ沖縄に犠牲を強いています。今日はこの沖縄の県民投票を実現させるため活動を続けてきた方をお呼びしています。こちらの VTR をご覧ください。沖縄の、人たちの、産みというか、民意というものを、重く受け止めていただきたいというふうに思います。辺野古県民投票の会代表、元山仁志郎さんです。よろしくお願いします。今日はお忙しいところ、ありがとうございます。はい。今日はいつもは毎日新聞の東京本社でやってるんですが、はい、今日は毎日新聞の多摩総局というところに来てまして、はい、ここに来た理由というのは本山さんが一橋大学で勉強されてらっしゃる、はい、ということで、これからゼミがあるんですよね。そうですね。ちょっとこの後大学に行かないといけないので、はいはい、こちらで今日は撮影をしていただきました。ありがとうございます、はい、いえ、ありがとうございます。修論を今書いてらっしゃる。はい、そうですね。テーマは何ですか？テーマはまだかっちりは決めてないんですけども、はい、ざっくり言うと沖縄の施政権の返還の時に、うん、米軍と自衛隊がどれぐらい役割分担をしてたのかっていうところが気になって、うん、今その研究をしたいというふうに思ってます。はい、本山さんは沖縄県出身で今は東京で勉強してらっしゃるということなんですが、はい、23日は沖縄の慰霊の日ですけれど、この日というのは沖縄の方はどのような過ごし方をしているんですか？そうですね、本当に人それぞれだと思うんですけども、はい、全体的にやっぱり静かに過ごすっていうのは共通しているんじゃないかなと思います。はい、私自身は22日はちょっと大阪と京都の方に行くんですけども、はい、23日の朝沖縄に帰って沖縄全戦没者追悼式にちょっと足を運ぼうかなというふうに思ってます。はいはい、こちらは平和の礎の写真ですが、平和の礎に行かれる方も多いですよね。そうですね、やはり戦争で4人に1人以上ですね、亡くなったというふうに言われている沖縄戦なので、やっぱり自分の祖父母も含めてこの沖縄戦で亡くなられた方々を追悼するために、この平和の礎、平和記念公園を訪れる方々はたくさんいらっしゃいます。そうですよね。ご家族の名前のところにこうお花やお菓子を添えている方が多いですよね。はい、はい、そうですね。東京では沖縄県の方たくさん暮らしてらっしゃいますけれど、はい、どのような過ごし方してる方が多いですか？いや、全くわからないんですけども、はい、いろいろ催し、沖縄戦関連、うん、だとか、あるいはやっぱりその戦争と基地のようなテーマでの、うん、シンポジウムだとか、なんか講演会のようなものは行われていると思いますので、
まあ、そういうのに足を運べる方もいれば、うん、まあ、静かに過ごす沖縄のことに心を寄せながら過ごしてらっしゃる方が多いんじゃないかなと思います。うん、本山さんはいつもどうしてますか？そうですね、まあ、去年は沖縄におりまして、はい、ちょうど、まあ、県民投票の署名集めをしていた時期だったので、うん、西表島にいたんですね。はい、沖縄戦といってもやはり、まあ、南部 の、 すごく悲惨な戦争、うん、地上戦というのが想起されると思うんですけども、うん、まあ、西表島の場合はマラリア被害だとか、うん、あるいは、まあ、八重山諸島もそうですけどもっていうのが、まあ、主なその被害であったので、うん、まあ、もちろんそれに伴う飢餓だとか、うん、まあ、病気とかも含めてですね、だったので、まあ、そういう沖縄戦となかなか一括りにできないようないろんな被害を、うん、まあ、自分自身は昨年は西表島ですごく実感しました。うん、沖縄戦という言葉を聞いた時に沖縄の皆さんは多分思い浮かべるその光景っていうのが違うのかもしれないですね。はい、どこに住んでたかによって。そうですね。はい、本山さんは普天間飛行場の近くでこちらですね、生まれ育ったということなんですが、はい、子供の頃は基地に対してどんな思いを抱いてましたか？そうですね、まあ、自分自身もこの普天間基地から、まあ、今の実家もだいたい 400-500 メートルぐらいですね、フェンスからはい、ところにいるんですけれども、まあ、結構複雑な感情を持ちながら、この普天間基地のそばで生活してたなと思います。うん、どういうことかというと、まあ、一方でそのヘリコプターだとかジェット機による、はい、まあ、爆音騒音に対する、まあ、うるさいなっていうような嫌悪感だとか、あるいは、まあ、米軍族による犯罪事件事故っていうのも、うん、本当にニュースにならないようなものも日々あるので、うん、まあ、それに対する恐怖心のようなものもありました。一方でこの普天間基地の中だとか、あるいは他の基地の中に入る機会、なんかハロウィンパーティーとか、うん、あるいはバザーとか、なんかフェスティバルみたいなもので、うん、米軍基地の中に入る機会もあって。まあ、そこに参加するとやっぱり、あ、なんかアメリカってかっこいいなというか、まあ、ハリウッドの世界の縮小版みたいな、うん、ものが体験できて、うん、まあ、憧れみたいなものも持っていたんですよね。うん、なので決してなんかその沖縄にいた頃から反対だとか、うん、なんかそういう思いを持ってたわけではなくて、あ、なんかいろんなその恐怖感だとか嫌悪感だとか、うん、要は憧れみたいないろいろ入り混じった感情を沖縄にいた頃は持ってたなと思います。うん、やっぱ近くにいるからこそそういう複雑な思いっていう風になりますよね。そうですね、うん、やはりあとは米軍基地で関係のやっぱり仕事をされているような方も身近にいますし、うん、あるいはまあダブルだとか、あるいはハーフのような子も同級生にいたりだとか、うん、まあ、本当にまあ、人間関係でも、まあ、この70年以上米軍基地あるわけですから、まあ、複雑なものが生まれてるのは確かですね。その大学に進学するために上京されて、そこで初めて基地のない生活というのをしたわけですよね。それで何かこう感じるものってありましたか？そうですね、自分自身は2011年に19歳の頃に東京に上京し、はい、出てきて、まあ、大学の進学のためですね。で、まあ、東京 のももちろん横田区域とか、あるいは福生にある横田基地だとか、いろいろ基地がある、あるいは六本木の方にも基地はありますけれども、まあ、自分自身は杉並区に最初住んで、まあ、そこにはフェンスだとか米軍族の姿っていうのも全くなかったですし、うん、なんか自分の地元とは違う景色があるんだな、うん、なんで自分の地元にはフェンスがあったんだろうとか、ちょっと米兵とかその軍族の人たちが住んでて、まあ、もちろんいい人もいますけれども、やっぱり事件事故とかも起きるような中で暮らさざるを得なかったのかなっていうところはものすごく考えるようになりましたね。今は沖縄のことを研究されてますけど、その進学される時は東京で沖縄のことを研究しようっていう思いは最初あったんですか？いや、
そうですね、東京に出てきた時なんかあれはもう高校卒業してぐらい段階では、うん、まあ、日本には問題がないぐらいな感じで思ってましたね。あ、はい、まあ、本当に何も考えてなかったなと思うんですけども、まあ、海外特になんか、まあ、東南アジアとか、うん、なんかアフリカのそういう、まあ、いわゆる貧困とか飢餓みたいなところで、うん、の問題解決のために、まあ、例えば青年海外協力隊だとか、うん、そういう海外支援みたいなものがを やりたいなっていうふうに思ってて、うん、まあ、確かになんかまあ正義感というかそういうのはなんか弱い人を助けたいなみたいなのはその時からあったんだろうなと思いますけど、自分のまさかその地元普天間基地が問題であるっていうようなことに気づいたのもやっぱり東京に出てきてからだったので、それまでは本当にもう普天間基地のことは ま、あるいは沖縄基地のことっていうのは全くと言っていいほど深くは考えてなかったですね。それだけ当たり前の景色だったけれど違う環境に身を置いてみてすごく考えるようになったっていうことなんですね。はい、県知事選では玉城デニーさんが当選して、まあ、沖縄の民意というのが示されたわけですけど、こちらが当選した時の写真ですね。こちらの写真もありますが、ただこうして辺野古への移設は反対だと、基地の負担をもうこれ以上増やさないでほしいという民意が示されたのに、なかなかそれは覆らない、うん、その事実を目の当たりにしてその時はどう感じましたか？そうですね、昨年の2月に名護市長選挙が行われたんですけれども、はい、まあ、その時はまあ、今の政権側が応援をしていた候補者が当選されて、はい、まあ、それまで勤めてて、かつ、まあ、辺野古の基地建設に対して明確に反対だということを主張してた候補は落選したんですよね。でその結果を受けて菅官房長官は、まあ、選挙は結果が全てだと、でこれが、まあ、民主主義の原点なんだみたいなことをおっしゃってたんですけども、まあ、昨年 の、 その9月30日に行われた選挙では、はい、まあ、政権側が応援してた候補は落選したんですよね。で、まあ、そうではない玉城デニーさんがもちろんその辺野古の基地反対ということを訴えて、はい、まあ、明確に争点となる形で当選をされたと、まあ、それにもかかわらず、まあ、工事が進められていますので、まあ、ものすごくこの今の政権のやり方が傲慢なんじゃないかというふうに思いますし、まあ、言ってることとやってることがちょっと矛盾しているようにしか思えないですね。はい、そうですよね。それで本山さんはこう県民投票を実施しようというふうに訴えていったわけですけれども、その思いのきっかけにその祖父母とのエピソードがあったということなんですが、それはどういった話なんですか？そうですね、まあ、自分の今、まあ、生きてる母方の祖父母なんですけども、まあ、沖縄の北部の方で、はい、沖縄戦を体験しているんですね。まあ、祖父なんかは五協隊っていう部隊があるんですけども、まあ、沖縄の中でもスパイの部隊だと、まあ、陸軍中野学校直属の部隊だったんですけども、まあ、そこで第二五協隊の一員として従軍をしていました。で本当に最前線に立たされて米兵相手に、まあ、本当に銃も持って、撃ち合うみたいな、あるいはまあ艦砲射撃に遭うとかいろんな経験を知っていたってことを、まあ、祖父からそれは6年ぐらい前に、まあ、初めて聞くことができたんですね。はい、それまで彼も語りたがらなかったんですけども、うん、まあ、当時83、4歳ぐらいでっていうこともあってか語り始めるようになったんですよね。うん、で今はその祖父はもう90歳になっているんですけども、まあ、長生きしてほしいなと思いつつも、うん、本当にあと何年生きられるのかなっていう頃の段階に来てるんじゃないかなと思います。で、まあ、その祖父母がやっぱり生きているうちに、うん、この戦争体験をした方々あるいは基地のない沖縄を、見たことがある、うん、そこで何か野原で駆け回ったりだとか、うん、海に潜って泳いだりとかそういう経験をしたことがあるおじいちゃんおばあちゃんがいる間にもう一回この辺野古の基地一本に絞って まあ、意思を示す必要があるんじゃないかなというふうに思って、うん、県民投票をやろうと
というふうに思いました、はいはい、ただその県民投票をやるということは決まったんですが、こう石垣市、宮古島市、宜野湾市、うるま市、沖縄市が、参加しないというふうに最初表明しましたよね、はい、その時にこちらの5日間のハンガーストライキを本山さんが行ったわけなんですが、なぜハンガーストライキという手段を選んだんですか？そうですね、まあ、私がこの1月15日からハンガーストライキをやる、まあ、前に1月1日から3日まで宜野湾市役所前で私と同様にハンガーストライキをやってらっしゃった60代70代ぐらいの方がいらっしゃったんですよね、はいはい、まあ、残念ながらその、うん、彼ら彼女たちの行動でも市長たちは、まあ、態度を変えなかったんですけども、うん、まあ、まずはその上の世代の人たちも体を張って頑張ってくださってるなというふうな、うん、印象は持っていました。でもう一つは、まあ、今自分自身が大学院で、まあ、研究の端くれとして歴史学っていうのを勉強していて、うん、沖縄の人たちが、まあ、この基地をめぐって、うん、あるいは日本政府からの不条理な扱い、あるいはアメリカからの不条理な扱いに対して、ハンガーストライキをやって、まあ、強い抗議の意を示してきたというような、うん、事実を知っていたので、じゃあ今県民投票において選挙権、投票権が奪われようと、うん、している中で自分自身が体を張って、まあ、その理不尽さを訴えると、うん、いうような事実を私は歴史に刻みたいなと。どうなるかは分からないけれども、うん、まあ、この県民投票2019年にあった時に、まあ、選挙権奪われようとしてましたと、うん、で、まあ、県民投票の会の代表で27歳の、まあ、青年が、ハンガーストライキをやってまで訴えたというような事実は必ずやその沖縄の歴史に刻まれるんじゃないかなというふうに思ったので、うん、ハンガーストライキをやろうというふうに、まあ、はい、決心したというところですね、はい、それだけの強い意志があっても実際にやるとなるとすごく辛かったと思うんですが、苦しいとかもうやめたいというような思いは頭をよぎったりしましたか？そうですね、ハンガーストライキを1月15日に始めてから、うん、8時からやったんですけども、はい、まあ、すぐ県内のニュースで流れたんですよね、うん、で、まあ、何人もの方が宜野湾市役所を訪れてくださったんですけども、10時11時ぐらいにちょっと、まあ、朝ごはんはちょっと7時半ぐらいにちょっとおかゆなんか食べて、はい、で、まあ、その後はもうハンガーストライキ始まってからは、全く食べないと、うん、もちろんやってたんですけれども、はい、11時ぐらいになんかちょっとパンの差し入れを持ってくださって来てくださった方がいらっしゃって、いやなんか頑張ってねって言ってパンを持ってきてくださったんですよね、はい、で、まあ、そのパンはなんか自分も知ってるところで美味しいパンだっていうことは分かったんですけど、はい、まあ、いい匂いをちょっとさせながら一応受け取って、はい、でも食べれないんですけどって言ったんですけど、はい、いいよもらってということでもらって、はい、どうしようと思ったんですけど、はい、まあ、本当に24時間体制で周りのスタッフというかサポートしてくださった方たちがいたので、はい、まあ、その方たちにあげて、まあ、自分自身はもう水とだけで我慢をしていました。あ、そうだったんですか、はい、まあ、それがそう頑張っているという気持ちだからあれですよね。はい、ちょっと断るわけにもいかなくてそうです、ね、まあ、すごくもうあげるということで言われたので、はい、まあ、受け取ってちょっと仲間たちで、はい、食べてもらったということです。でもそれだけみんなやっぱり応援してたっていうことなんですね。そうですね、やっぱり、まあ、投票権が奪われるっていうのは本当に、まあ、賛成だろうが反対だろうが、はい、まあ、どちらでもないだろうが意思を示せないということなので、はい、という中には、まあ、自分はちょっと賛成という立場だけれども、うん、今回の県民投票でやっぱ投票権を奪われるというのはダメだと、うん、なので、まあ、賛同するということで、うん、まあ、署名も集めてたんですけど、はい、それに署名してくださった方もいらっしゃいましたし、まあ、本当にいろんなこの、まあ、五市の市民あるいは沖縄県民の方たちが、まあ、わじわじしているというかその、うん、もう腹渡が煮えくり返って、うん、この五市長にどうにかやってくれというふうな、うん、思いを、まあ、可視化させる自分自身も感じることができて、うん、ものすごいやってよかったなというふうには思ってます。そうですね、まあ、そういった声が届いて全県で実施されるということになったわけですけれど、それが決まった時はどんな気持ちでしたか？そうですね、まあ、この三択への変更というのがあったので、うん、手放しには喜べなかったんですけれども、うん、でも、まあ、全県でできると、はい、みんなが投票できる、うん、で自分自身も宜野湾市民だったので、はい、投票できるというような
状況になって、こんなにも投票できるっていうのが嬉しいことなのかっていうのを初めて感じましたね、はい、そうなんですね。ちょっと質問が来てまして、その、はい、先ほどその3択になったという話が出ましたが、県民投票が3択に移行したことへの思い、今後の住民投票に課題を残したのではという質問が来ていますが、その3択になったっていう時はどうまず思いましたか？そうですね、まあ、私たちはこの県民投票をやるにあたって、うん、まあ、条例を制定しなければいけなかったんですね、はい、で条例を制定するためには3つ手段があるんですけども、はい、その首長発議の、うん、条例制定、うん、それからまあ議員発議の条例制定、はい、で3番目がその住民発議の条例制定なんですね、うん、でその3番目を私たちは選んで、はい、住民発議の条例制定を目指してました、うん、でそのためにはその地域の有権者の50分の1の方のまあ署名が、うん、必要なんですよね、はい、なので5月23日から7月23日までの2ヶ月間、うん、私たちは条例制定のために署名集めに取り組んでいました、うんうん、でその条例案で示してたものは、はい、もちろんこの、辺野古の基地建設の埋め立てに対して賛成か反対かの二択でやりたいということを書いていたので、はい、この三択への変更っていうのは、はい、まあ、その時集まった10万余りの県民の思いというのをやっぱり、裏切ってしまうんじゃないかという不安もありました、はい、うん、でもちろんその条例審議の過程でも、うん、私たちの案あるいは与党案としては2択というのがあったんですけども、うん、沖縄の野党の案としては4択というのを提示されていたんですよね、うん、賛成反対やむを得ないどちらとも言えないという案だったんですけども、はい、うん、その4択案も議論を県議会の中でしていく過程で、うん、やむを得ないというのはどういう意味かという質問があったんですけども、うん、それに対して沖縄県の公明党の県議の方は、まあ、要は賛成という意味ですということを言ったんですよね、うん、つまり賛成がこの4択の中に2つあるということを意味するじゃないかと、うん、それでは沖縄県民の理解を得られないということで、議論もあってですね、否決されてしまったんですよね。なので沖縄県議会における審議の過程でもこの選択肢は2択でやろうということは決まっていましたんですけれども、うん、はい、ご市長が不参加ということを表明して、うん、どうなるかということになってたわけですね、うんうん、で私たち、辺野古県民投票の会にもやはり条例請求したものとして意見がですね、この県議会からあるいは県当局から求められていまして、はい、突きつけられたものとしては、何だったかというと、2択で5市抜きの県民投票をやるか、それとも3択で全県実施の、うん、県民投票をやるかということだったんですよね、はい、で私たちとしてはやはりみんなで意思を示すことが重要だろうということで、うん、もちろん会議も重ねましたし、各市町村で署名集めにご尽力された方々にできるだけ電話をして、うん、どう思いますかという意見を伺って、で1月の確か21日だったと思うんですけれども、柔軟に県議会は対応すべきというような声明を出しました。でその声明も一つ動きを受けてですね、県議会の方たちも、動いてご尽力くださって、では賛成反対どちらでもないというところで、条例を改正して、はい、全県実施に移行ではないかということになったんですよね、うん、はい、なので署名を集めた方々に対してすごく不安な、申し訳ないなという思いもありました、うん、けれどもやっぱり全県実施になってそれは良かったんじゃないかなと、うん、また選択肢にやむを得ないとか、あるいはいろんな条件がつけられた選択肢だと、うん、やはり問題があったと思うんですけども、うん、あくまでその白票を明記しただけである、どちらでもないというような文言にとどめることができたので、そういった意味での三択というのは三択でもいいという判断は間違ってはなかったんじゃないかなというふうに今は思っています、うん、そうですよね。その票が割れることを皆さん心配してらっしゃいましたけど、実際に結果が出ると反対が 72% ということで、しっかりと反対の意思が示されたわけですよね。そうですね、賛成が他の数字を言うと約 19% ぐらいで、うん、どちらでもないというのは 8.7% ぐらいだったんですけれども、はい、
まあ、どちらでもないを入れたことでやっぱそこに流れてしまうんじゃないかということが、うん、あの懸念はしてたんですけども、うん、まあ、蓋を開けてみたらあの、まあ、そうでもなかったので、うん、まあ、選択肢この選択肢でできたっていうことは、うん、あのまあ、あの意思を明確に示せるというのとあの別にそんなに齟齬がなかったんじゃないかなというふうには思っています、うん、そうですね。質問で、まあ、うん、今後の住民投票の課題っていうのがありますけれど、やっぱりその選択肢どうするかっていうのは、まあ、住民投票ではかなり重要ということが分かりましたね。そうですね。特にあの三択で行われている住民投票っていうのも実際にあるんですよね、うん、あの新潟県の刈谷村でプルサーマルの計画をめぐって住民投票が行われておりまして、はい、それでも、まあ、推進かその、まあ、中止かそれとも保留っていう三択で行われた住民投票があったんですよね、うん、なので私たちの例が決して初めてということではないです、うん、でただあの宮城県で、3月にこの女川原発の再稼働をめぐって、はい、あの第二原発の再稼働をめぐって住民投票、うん、県民投票が行われようとしてたんですよね、はい、で県議会の中でもやはり条例 の, あ の, この選択肢どうするかというような議論になったみたいなの で,、うん、で必ず、まあ、少なくとも沖縄のこの変更というのも影響した部分があったと思うんですよね、うん、なのであのもちろんあのこれからの県民投票住民投票への影響というのはあるとも思うんですけれども、まあ、そこは本当にそれぞれの地域の政治情勢もあると思いますし、まあ、県民投票住民投票で意思を示すというのはものすごく大事なことではあると思うので、うん、まあ、その、まあ、微妙なバランスみたいなものを探りながらあの住民の方たち特に請求代表者の方たちが望むような選択肢になるということがあるべき住民投票の姿なんじゃないかなというふうに思います。ただ先ほどもあの玉城デニー知事が当選した後もその工事が準備が進められたという話が出ましたけれどこの県民投票の後も実際にこの埋め立ての工事が進んでしまいましたよね。その現状を見て今どう考えていらっしゃいますか。ものすごくまあ悔しい思いですね、うん、沖縄の人たちのまあ、民意っていうのは一体何なんだろうか、うん、これほどまでに軽いものなのかっていうことは、うん、を感じてしまって、まあ、すごく悲しい思いもしていますね、うん、おそらく他の都道府県であればこういうことにはならないと思うんですけれども、うん、沖縄の、まあ、選挙だと国政選挙あるいは都道府県知事の選挙それから県民投票においては、まあ、この中央政府、政権側と異なるが考えていることと異なる結果が出ても、うん、無視していい、うん、関係ないというようなことが今現実進んでしまっているのでもう本当に受け止めきれないというか、うん、なんでこういうことが起きてしまうんだろうなということを本当に疑問に感じています。そうですよね、まあ、その沖縄のためにあの戦っている本山さんなんですけれどあの先週の13日にはですね九段下と渋谷で香港の自由を求める緊急行動を本山さんが呼びかけたんですよね。その時の VTR をちょっとご覧ください。香港加油、香港頑張れ、香港加油、まあ、今自分たちはこうやって、まあ、集会の自由難しく言うと集会の自由だとか表現の自由っていうのがあるんですけれどもまあ、香港では今それを求めるために戦っている。本山さんが沖縄だけでなくて香港のためにも立ち上がったのはこれはどういう理由だったんですか。そうですね、まあ、自分自身はこの今の香港の状況とそれから、うん沖縄というのがものすごく重なって見えてしまいました、うん、やっぱり、ね、香港が、まあ、沖縄の状況とすごく似ていて、うんまあ、やはり、まあ、香港政府あるいはあもちろん、まあ、中国だとかと、うん、その日本あるいは沖縄あのアメリカっていうのがものすごく似てるような構造になってるんじゃないかなというふうに感じて、はい、香港 の,、まあその自由と民主主義あるいは、まあ、自治を守る、うん緊急行動っていうのを、まあ、呼びかけさせてもらった、うん、ということですね、はい、あのすごくあのそのデモが行われる直前の告知だったと思うんですけど、すごいたくさん集まりましたよね。そうですね、
本当にでこの九段下で、香港の経済貿易代表部という出先機関があるんですけれども、まあ、そこでそうですね、確か5時ごろから、集会をやりますということで、はい、まあ、本当にその17、8時間前ぐらいですか、うん、1日もなく、はい、告知をしました、はい、で本当にどうなるか分からなかったですし、うん、まあ、できるだけやっぱりこの東京にいる、香港の方たちあるいは、まあ、台湾の方たちが多く参加していただければいいなと、うん、彼ら彼女たちが発言できる場を作りたいなというふうに思って、呼びかけたものでした。でやはり香港のこれだけの大規模な行動をどういうふうに捉えるのかっていうのは自分自身ものすごく悩みながらだったんですけれども、うん、はい、しかしながらその香港に行けない人たち、うん、まあ、こっちで東京で大学に通ってたりだとか、うん、あるいは働いている方々のこの思いっていうのも自分自身もすごく聞きたいなと思いましたし、うん、やっぱり香港で頑張っている人たちに届けたいっていう人たちもいるんじゃないかなというふうに思って、うんうん、呼びかけをさせていただきました、はいはい、やっぱりその沖縄のその東京で沖縄のことを見てるっていう本山さんの環境と似てたのですね。そうですね、うん、もちろん、まあ、沖縄に、まあ、そうですね、まあ、行っていろいろな取り組みをするということもできるとも思うんですけども、うん、まあ、自分自身は今東京で勉強をしていて、うん、なかなかそれができないので、まあ、こっちでしかしながらでもそっちでもできることがあるんじゃないかなと、うん、で、まあ、そういうふうに思っている香港や台湾の人たちもいるんじゃないかなということを考えて呼びかけをしました。で実際に、まあ、本当に多くの方たち香港や台湾の方たち東京にいるそのような方たちとは別につながりが最初からあったわけじゃなかったんですけども、うん、ね、呼びかけをしてからツイッターでダイレクトメッセージが来て、うん、明日参加しますとか、はい、本当にありがとうございますみたいなことを言われて、うん、すごくやってよかったなと思いますし、うん、まあ、どちらの集会においても、うん、まあ、香港の方たちが本当に勇気を持って、震える手でマイクを握って発言をしてたので、うん、ものすごくまあ、感動的というか、うん、なんかこれだけの覚悟を持ってあるいはそれだけの危機感があるんだなっていうことは改めて実感できました、うん、なんかこう沖縄のこと沖縄の問題で香港のことは香港の問題っていうんじゃなくて そこに流れてるこの気持ちをこうお互いが共感し合ってこう大きな運動になるんじゃないかという可能性をすごく感じましたね。そうですね、うん、やはりこのじゃ基地問題だとか、うん、もちろん香港の今の逃亡犯条例の改正をめぐっても、うん、まあ、何なのかって自分なりに考えてはいるんですけども、うん、まあ、一つはその、まあ、ある特定の地域や人々が あるものによって、まあ、被害や影響を受けるにもかかわらずそのあるものの決定には参加できないことっていうふうに言えると思うんですよね、うんうん、まあ、何か自分に対してすごく被害だとか影響を及ぶのにそれの決定には参加ができない、うん、じゃあどうやって思いを伝えるのかとか、うん、どうやってその決定に関わるのかっていうようなところが今ものすごく問題になってきてるんじゃないかなと思っています。でそれがまあ一つのあれだけの大規模な行動でもあったと思いますし、まあ、沖縄の場合だと県民投票というのでこの米軍基地建設の埋め立てについて意思を示したいと、それを聞いてくれという思いでやっていたの でどちらもまあそれがまあ香港はまだこれからのところでありますけど踏みにじられようとしていると、うん、あるいはまあ、無視されようとしているというような状況もあると思うので、うん、まあ、ものすごく共通する問題があるんじゃないかなというふうには感じてます、うん、そうですね。今後も本当に沖縄の問題は沖縄の人たちだけが取り組む問題ではなくて内地の人たちも取り組んでいかないといけない問題ですし、もうそういうこうどこだけっていうんじゃなくて もっと広い範囲で考えていきたいと本山さんの話を聞いて思いました、はい、今日は本当にどうもありがとうございました。はい、では今日の前目はこれで終了です、次回は6月27日木曜日午後4時からお送りします。テーマはアートで訴えるプラスチックごみ問題です。
出演はアーティストの安田あかりさん、そして毎日新聞外信部の久野花代記者が出演します。皆さんからの事前の質問も皆さんから問い合わせ受け付けています。どんどん書き込んでください。では来週も見てね。